皆さんこんにちは。今回はコミケにまつわる都市伝説をご紹介しましょう。コミケといえばオタクですよね。今でこそ普通に受け入れられているオタク文化ですが、昔はある事件がきっかけでマスコミにかなり叩かれたことがありました。皆さんはコミックマーケットをご存知だろうか。世界最大の同人誌即売会と呼ばれ、現在は企業が参加するほど大規模なマーケットとなっている。このコミケで、不思議な都市伝説が囁かれている。都市伝説を紹介する前に、ある事件について先に説明する。1989年、この年は昭和の時代が終わり、平成が始まった年である。平成元年に、とんでもない事件が発覚した。知らない人はいないほど有名な事件、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件、が発覚したのだ。1989年7月に犯人である宮崎努は、東京都の八王子で幼女にわいせつ事件を起こしていたところを現行犯で逮捕され、今まで起こしたわいせつ事件も明るみになった。彼は複数人の幼女を誘拐し、殺害していたのだ。当時の法務大臣は、死刑くらいでは収まらない残酷な出来事だ、と話すほど残虐な事件であった。この事件を起こした宮崎努の部屋を捜索すると、多くのアニメ、猟奇的な作品が発見され、当時のマスコミは宮崎努はオタクだったと報道した。この報道によって猛烈なオタクバッシングが行われたのだ。マスコミの矛先が向いたのは、あの、コミケ、だった。ここからが本題の都市伝説になるが、マスコミがコミケを取材した際に信じられないような発言をしているという話がある。ここに10万人の宮崎努がいます。当時ですら許されないような差別発言を、レポーターがしたというのだ。しかしこの話、現在でも証拠となる映像が存在していない。だが、不思議なことに目撃証言は多数存在するのだ。あるものは、レポーターはショートヘアーの女性だったと言い、またあるものは男性だったという。10万人の宮崎努がいます。この発言をしたレポーターは何者だったのだろうか、本当に存在していたのだろうか。この都市伝説はかなり昔から噂されてきました。ちなみに宮崎努はホラーマニアでもあったそうです。この件については詳しく調査していた方がいらっしゃいますので、まずはその情報からご紹介しましょう。宮崎努10万人発言があったのはコミックマーケット36です。1989年8月13日から14日にかけて行われました。当時は宮崎努の件もあって、スタッフはマスコミ対応に追われています。次に、どのような形で発言が行われていたか、に関しては冒頭に述べた通り目撃証言はあるものの、どれも食い違っているものばかりです。ツイッターで行われた調査によればレポーターの性別が女性だったと答えた人が4件、男性が4件、不明が5件という結果だそうです。出は噂は嘘だったのか、というとそう言い切れるものでもありません。コミケ36直後に発行されたオタクの本にこう書かれていました。ここに10万人の宮崎がいると書いたマスコミもあった。と。著者はコミケ準備会代表の米沢氏です。当時のコミケ事情に関してはかなり詳しい人物と言えます。ですが、2004年に米沢氏は別の著書でこう書いています。ここには、10万人の宮崎努がいる、というコメントを加えた TV 局もあった。1989年ではマスコミが書いた、ですが、2004年はコメントを加えた TV 局、となっており、米沢氏はこの発言を行ったテレビ番組を即答したとも言われています。以上が、調査を行った方の情報になります。米沢氏の著書が審議の争点となるわけですが、二つの説考えられます。
10万人の宮崎勤は、書かれていた説とテレビで発言されていた説です。まずは10万人の宮崎勤について、どこかに書かれていたという説ですが、1989年8月21日の埼玉新聞にて、このような記事が出ています。宮崎勤事件とともにコミケを報道した記事ですが、10万人が集まったコミケ会場の中の一人だった宮崎という記載があります。その後に、他のファンとの違いは何だったのかと書かれていますが、見方によっては、10万人の来場者と宮崎勤を同一視しているようにも読み取れます。当時、オタクバッシングが行われており、その手の話題に関して敏感になっていたコミケ関係者である米沢氏は、この記事について、10万人の宮崎、だと書かれていたと著書に記した可能性があります。2004年には、書いた、ではなく、発言した、と一転していますが、これは米沢氏の記憶違いだとするのが自然な気がします。というのも、2004年にはすでにネット上で10万人の宮崎勤発言があった、という噂が広まっていました。当然、米沢氏の周りも知っていたでしょうし、本人も噂通りに書いてしまった可能性があります。コミケから数年経ってから著書よりも、直後に書いた著書の方が当然正確な情報でしょう。次に、本当にテレビで発言していたとする説です。先ほどの件だと、どこかに書かれていた説が濃厚なのですが、私が調べていた際に気になる情報を見つけました。それがこちら。実際に放送を見たという人の情報ですが、こちらの方は具体的な番組名と放送日まで記載しています。TBS の3時に会いましょう。で、そのような発言を聞いたという話で、実際に見たのはネットに上げられ、実際の映像は見つけられませんでしたが、当時の番組表は見つかりました。1989年8月17日の朝日新聞です。確かに、宮崎予備軍は増えるか、と書かれています。宮崎予備軍なんて、当時のオタクを揶揄するために使われたとしか思えません。少なくとも、3時に会いましょうでオタクに対する偏向報道があった可能性は高く、10万人の宮崎勤とは直接言わないまでも、そういった意味に捉えかねないような発言はあったのかもしれません。以上が、今回私が調べた情報です。映像さえあれば、真相がわかったのですが、毎度のことながら見つからず申し訳ないです。個人的には、10万人の宮崎勤に関しては、根も葉もない噂、というわけではなさそうだと思っています。いかがでしたでしょうか？こういう不思議な話は結構好きなんですよ。どの界隈にも言えることですが、誰か一人でもやらかすと全体が悪く見られてしまいますよね。最近だと、SNS などのおかげで情報が伝達しやすくなった分、偏った考えも広まりやすくなりましたね。怖い怖い。